はい、こんにちは、スーです。今回はこちら5800万ダウンロード記念杯76マス落ち込んなしの3分でわかるランダム解説やっていきたいと思います。はい、今回ね、バトル階層が1になっていて、リダフレ、ツクヨミのサブにアヌビスと P が3体で、リーダーとフレンドのツクヨミはね、操作時間延長のスキルになっていて、アヌビスのアシストにマッハがね、継承されてます。で、一応今回使えるスキルはこのマッハのリダチェンのみ。このダンジョン一応敵がタマドラ1体で超根性を持ってるから、2回殴って倒す形、2回パズルが必要なランダンなんだけど、立ち回りとして2通りありまして、まず1つ目の立ち回り、こっちは簡単なやつですね。タマドラが12コンボ盤面を作ってくるので、ひたすら盤面最大12コンボを組んで2回で倒す、これが1つ目の立ち回りですね。で、2つ目の立ち回り、こっちはちょっと難しい、高得点狙いたい方向けですね。難しいの基準としては、8秒で76盤面12コンボが組める方、これができる方ならおそらく2個目の立ち回りを使った方が強いです。はい、じゃあまず最初に簡単な方の立ち回りやっていきたいと思います。いきましょう。はい、まずですね、1回しかないんですけど、タマドラが、アヌビス変装してきます。これガンムシ変換されるんで、12コンボ組みます。ちょっとね、パズル中あんまり喋れないんですけど、はい、こんな感じで、敵が全部7個ずつの12コンボ盤面を作ってくるので、まあ3消しですね。これで半分まで削ります。そしたら敵が3回動きます。操作時間延長からの操作位置固定からの全ドロップ変換してくるので、まあ普通にね、同じように盤面を組むだけですね。はい、 OK。 これで、平均コンボ12の2ターン撃破で、敵のね HP 全然ないんで、正直これ2コンボとかでも倒せるんですよね。これでクリア。はい、これがまず1つ目の立ち回りですね。多分これでも十分ね、パズルのスピード次第では圏内残れると思います。じゃあ次はちょっとね、難しいんだけど、より高得点狙いたい方向けのね、立ち回りやっていきたいと思います。いきましょう。はい、まずですね、アヌビスリダチェンしまして、闇ドロップを3、4消ししていきます。理由については後で話します。打ってあげて、闇ドロップを3、4消ししていきます。はい、 OK。 こんな感じで、おそらくなんだけど、これ敵に与えてるダメージ量によって敵の行動が変わるんだよね。闇を3、4消しすることによって、12コンボで敵が見ててね、操作時間2秒減少と変換のみしてくるので、操作位置固定をされる時間のあれが浮くんだよね。ちょっと俺多分これ間に合わないよ。ごめん、俺これ間に合わない。あー、間に合わなかった。はい、ということで、なので8秒で12コンボ組める方であれば、おそらくこっちの立ち回りをした方が、結果的にスコアが良くなります。アヌビスをリダチェンした状態で、闇を3、4消し12コンボしてあげることによって、多分与えてるダメージによって敵の行動が変わってるのかな。敵が操作位置固定をねしてこなくなるんですよね。まあなので、その分時短につながってスコアが上がるんですけど、敵が操作時間減少してきて8秒パズルになっちゃうんで、こっちの立ち回りは8秒で12コンボできる人向けです。はい、ということで、以上ね、3分でわかるランダム解説でした。それではありがとうございました。お疲れ様でした。では。